和津夏江は、日本のイギリス文学者、児童文学研究者、翻訳家で、元目白大学外国語学部及び、目白大学大学院言語文化学科教授。同様歌手、女優、声優として、小葉とくるみ、タレント、翻訳家として和津夏江の名義でも活動している。作家、長井花風の王子である、和津陽母の彦にあたる。愛知県一宮市出身。 渋谷区立代々木小学校、渋谷区立外苑中学校、東京都立青山高等学校を経て、青山学院大学文学部英米文学科、教育学科卒業、青山学院大学大学院、教育学研究科修了、ロンドン大学大学院修士課程修了。3歳の時、NHK 名古屋放送局主催の歌唱コンテスト、 声比べ腕比べ子供音楽会に飛び入りで出場47人の参加者の中から唯一の合格者となる。同様歌手として本格的なレッスンを受けるように進められ、上京市くるみ芸術学園へ入学。くるみ芸術学園が芸名小バとくるみの由来になった。1952年10月に日劇の秋の踊りで歌手 コバとクルミとして4歳で日劇最年少デビューを果たす。愛らしい容姿、明朗な歌声で人気となり、同年12月から知恵の輪クラブに同様歌手として、またこの番組がテレビ開局に合わせてラジオ、東京テレビに移行すると同時に司会者となり、1968年3月に終了するまで16年間レギュラー出演した。 1953年5月に、ビクターの専属となり、音楽活動をストップしている現在も、専属継続中で、2013年に、専属50周年を迎えた。小学生時代の1955年から1961年まで、雑誌、仲良しのカバーガールを担当したり、女優として、テレビドラマ、どんぐり日記、シリーズ、国産初のテレビドラマ、 ポンポコ物語に出演したりするなど、天才子役ともなる。高校生時代の1964年から1966年まで、ドレミファ船長のお姉さんが、初のレギュラー番組となり、ドレミファ船長後継番組の中良しリズムでは、大学進学後の1966年から1972年まで、初代お姉さんとして出演。 1972年4月から1974年3月までお母さんと一緒に歌のお姉さんとして出演し10年間 NHK テレビの歌のお姉さんとしてレギュラー出演した。本名をおひらがなにした和津夏へ名義で前日の仲良しリズムの初代お姉さんの他にワイドショー番組アフタヌーンショーの司会を務めたこともある。 またアニメ、アタックナンバーワンのヒロイン、アユハラコズエ、ディズニー映画、白雪姫の主役、白雪姫の声などを担当していた。1976年から1986年まで、お達者ですか、お達者クラブの司会者として、通算10年間出演。1985年4月、目白学園短期大学非常勤講師に就任。 オッシャクラブが11年目の番組改編により、4歳でデビュー以来初めてレギュラー番組が切れるのを機に、イギリス留学を決意。1986年に、メジロ学園短期大学助教授に就任して、イギリス古来の同様、マザーグースの研究を進め、1986年9月から1990年には、イギリスに研究留学を行った。帰国後に、 一般男性と結婚した後、芸能活動を再開することはなく、教育、研究活動に専念するが、過去の出演作の再演で、声優活動をすることはある。2004年12月から2005年1月放送、NHK 人間講座で、毎週月曜日にマザーグースの研究成果を紹介する講義、ようこそ。マザーグースの世界へ、を担当。 久しぶりのテレビへの復帰となった。2018年3月、目白大学を定年退職した。1978年、第17回、来島竹彦文化賞受賞。1983年、第13回日本同様賞特別賞受賞。ディズニー映画、白雪姫の主役、白雪姫は1980年から担当しており、吹き替えにあたって、 ウォルトディズニーカンパニーがセリフと歌唱を一つの人物に依頼したいというこだわりを持っていて、和シズのクラシックではない歌い方、幼さが残る歌声が魅力的だったことから白雪姫の吹き替えに起用された。2015年現在はコバとクルミ名義の活動は白雪姫を担当する場合のみ行っている。全作品、ビクターから発売。その他、 動様を集めたオムニバス版にも多くの音源が収録されている。コバとクルミに関するカテゴリ、ワシ夏ナに関するカテゴリ。ありがとうございます。